デミヤノフ転移とは有機化学における人命反応の一つで網の元を持つシクロブタンにアショウ酸を作用させると缶が拡大または縮小したアルコールが生成物として現れる反応1903年にニコライ・ワイ・デミヤノフが最初の報告を行ったワーグナーメイヤーイン転移の一種網のミ,ミチルシクロブタンからはシクロブチルメタノールと缶が拡大した シクロペンタノールが生成する。網の元がアショウ酸により、ジアゾニウムとなり、窒素が脱離して生じるカルベニウムイオンに、直接水が反応すると、シクロブチルメタノールとなる。カルベニウムイオンから、メチレン元の位置に転移が起こった後に、水と反応すると、シクロペンタノールとなる。網のシクロブタンからは、シクロブタノールと缶が縮小した、シクロプロピルメタノールが生成する。 アショウ酸の作用で発生するカルベニウムイオンから、メチレン元の1に転移が起こった後に、水と反応すると、シクロプロピルメタノールとなる。デムジャノーブ、NJ ラッシュニコーブ、MJ ラス、サイズ、ケム、ソーク、1903、35、26。デムジャノーブ、NJ ラッシュニコーブ、M、ケム、ゼント、1903、1、828、創設、スミス、 PAS ベイル、DRORG、リアクト、1960、11、157、ありがとうございます。